ここで当分いてもらわなきゃなんないか、ね、しっかり根付いて絡みついてもらわなきゃなんないか、ね、カチッと止めておかなきゃな。やった、こういう感じのもね、悪くないんですよ。これはどこに見えないようにするかな。よっ、こうやってこうひばりつけておかないと、ね、作業にならないですよ。ちょっとこういう感じでね、こういうふうにひばりつけておかない、がっちりと。よしと、こういう感じにしておきます。こういう感じね。それから枝を作っていくんです。小枝をこういう感じで小枝を作っていく。まあ、この辺が正面ですね。こういう流れだからね。そうするとさ、これが木の本体とみなすとね、ここら辺に枝欲しいとこでしょ、ここも欲しいでしょ、ここも欲しいんだよね。でまあ一応そんなような感じでこうちょっとこう枝振っていくんですよ、こういう感じにね。そうするとなんとなくこれが本体の幹に見えるようにねやってるわけさ。今石に見えなくてもいいわけさ。これが本体の木の姿から枝が出てるっていうふうにねこう見せたいわけでね。それでこういうようなね、あの後から針金かけるんだよね。
これはこれでね、なんとなく石に張ってるようだけど、意外と潜在的にはさ、木に生えた枝っていう風にね感じると思うんだよね。見た一瞬ね、石から葉が出てるっていうのはよく見ればそうだけど、基本的にはやってることは石から石が親で、そこから葉が出てるっていうふうに、ね、今やりたいわけなのさ。太い木を想像して石を削ったわけさ。これは石ね、削った石ですから、これ普通はどんごろ石なの、まん丸い石削りのハンマーで削ってね、寝る間も惜しいんで、昼寝してあ、そうか、昼寝して、寝る間も惜しいんで昼寝するんだよ。この心拍はね、普通の心拍と違ってね、今では分かんないけどね、黄色く出るの、目が。あ、そう。糸川でも何でもないの。糸川でも何でもないの。黄金心拍って言って黄色っぽく出る心拍で、今だからね、みんな同じに見えるけどね、ちょっと違うんですよ。風入ったように黄色くなるの。そうそうそう、ああいう感じの心拍、ちょっと変わってるんだよ。後ろのね、てっぺんによって、ね、だいぶイメージ違う、こっちに持ってくるとさ、この辺に持ってくるとね、どっちがいいかなと。真ん中にこうやってやるのもいいけど、この石もちょっと見えた方がいいんだよ ね。だからここら辺にちょっとこう持ってきて、まずこれかけちゃう。こんなところで大体ね、はい、完成で、はい、これも植えてしまいます、はい、これがいいか、ちょっと大きいなあとな、ちょっと大きいな、やっぱりこれか、これか、これか、これもいいけど、ちょっとこれもいいな、これにしましょう、はい、OK、これね、穴ちっちゃいからね、この針金ね、これいらないわ。あ、止めてるやつか。止めてるやつダメだ、これこの針金ばっかり通した、水はけ悪くて、小さいか、いいか、これでやってみよう、行ってみようっていうのがなかったから行ってみよう何をドリフターズか、分かんない、ドリフターズよし、ちょっとこうなんて、
したよしたうまくいっためっちゃいい。OK です。はい、ちょっと狛江のお願いします。やっぱりこういう石のね、うん、石の細工っていうかさ、うん、こればっかりでないけど石をいろいろあしらってね、うん、あのこう植物とミックスさせてね、うん、こう植物と石と一緒に何かをするっていうのはね、うん、そういうのばっかりやってる人いるんだよ、うん、石と植物って合うからさ、うん、あまり石につけるとね、みんなね、なんかごまかしてるような感じするでしょ、うん、ところが違うんだよね。この、合うんだよね、石と植物って、うん、昔からそうだけど庭だって必ず石いるわけだよ、うん、そうだね。それと同じでね、うん、意外とね、我々に言わせるとね、うん、この、いわゆるその、羽物みたいのがあるわけ、うん、植物に、うん、あの木の中に、うん、それをね、こううまくあしらってね、石とマッチングさせるとね、うん、全然別のものができるの、うん、これなんか木なんかね、木自体で見たら、うん、まあ言ってしまえばどうしようもない木なのこれ、うん、なんか知らんけど、だけどちょっとこうちょこちょこっと針金かけて石つけてこうやって見れば、うん、なんかね、あの隅っこにあったさ、どうしようもない木がね、なんとなくこう、おっていうような木になってくるわけ、うん、それはそれなりに技術はいるけど、うん、そんなのはさ、好みでね、うん、自分の好みでやればいいんだからさ、なんも同じでなくてもいいんだから、うん、どんな石だってさ道路にコロッと転がってるね、玉石だってね、うん、使いようによったらこういうことできるからね、うん、玉石なんてああいうまん丸い玉の石に根をくるっとかまして植えたらすごく素晴らしいものになるんだよ。で一応こんな感じでね、まあどうしようもないってことの木でもないんだけど、うん、それなりにして作った木なんだけど、これはね、冬の心拍を差し引きしてね、これかれこれあれだよ、10年ぐらい経ってんだよ。あ、そうか。うん。結構太いんだよ、幹は。こいつ。まあ確かに庭に石はつきもんだよね。庭の石つきもんだからね、こういう石漬けのこういう石を石と絡ませた木をいっぱい集めてる人いる。うん。なんだかんだ石を横に置かなかったら気がすか、うん、すまないっていう人もいるしね、うん、この係長もそうだね、うん、係長もその系はあるなだけどやっぱりね、見たら感じるよやっぱり、うん、絶対に、うん、古さがあるからね。古さがあるしね、うん、やっぱりなんていうか日本人だから見慣れた風景でしょ、うん、見慣れた風景が一番ねホッとするんだよ、うん、こんな感じで一応、はい、これ